さん、ひょっとしてまた全然違うところに行っちゃってたり。かのちゃん先輩ならあり得るかも。いや大丈夫、子猫ちゃんは必ず私の元にやってくるぜ。カオルの言う通りよ。だってカノンはハロハピの一員だもの。私たちのところに来ないはずないじゃない。心が言うとそんな根拠のない言葉も頼もしく思えちゃうから不思議だよ。けどミー君だってほんと頼もしかったよ。この場所だってすぐに分かっちゃったもんね。ああ、さっきも言ったけど、ここの水族館には弟たちとたまに来るから、看板もその時にたまたま見てたのを覚えてただけ。ただここって思ったより人通りが多くない？ペンギンを連れてくるの大丈夫かな。どこ？ほら、あそこの路地みたいなところから走ってきてるよ。おーい、かのちゃん先輩、こっちこっち。あ、本当だ。よかった、これでなんとかなるね。よかった。みんなごめんね、さっきは勝手に飛び出したりしちゃって。おー、かの、そんなに息を切らせて、そんなに私が恋しかったのかい？大丈夫かい？だから慌てるなと言ったのに。痛い、転んじゃった。あ、ペンギンさん大丈夫？よかった、怪我はないみたいだね。これじゃまたみんなが集まってきちゃうよ。あっちゃ、これじゃまたさっきと同じ展開になっちゃいそうなんだけど。ねえ、どうしよう。ここでまたはぐれちゃったら次に会うの大変だよ。人が集まってくる前に私カノンさんのところに行ってくる。あ、ミー君。ねえココロン、はぐみたちはどうしたらいいんだろう。このままじゃみんなペンギンに気づいちゃいそうだよ。そんなの簡単よ。みんなの視線を私たちに向けさせてあげればいいのよ。けどどうやって？あ、黒服の人たちがなんか持ってきてくれたよ。ギターにベース、そしてアンプか。これだけあれば私たちには十分さ。それじゃあ、カオル、ハグミ、行くわよ。ああ。みんなー、私たちはハローハッピーワールド、世界中を笑顔にするために活動しているのよ。今日はここでライブをしようと思ってるの。みんなを笑顔にしてあげるわ。ご機嫌いかがかな、子猫ちゃんたち。この私から決して目をそらしちゃいけないよ。いつもは5人だけど、今日は3人の特別ライブだよ。笑顔になりたい人、みんな集合。あれって、心ちゃんたちが立たないようにしてくれてるんだ。ありがとう、ココロちゃん。カノンさん、大丈夫ですか？お、ミサキちゃん。うん、私は平気。ペンギンさんも大丈夫だよね。それにココロちゃんたちのおかげで、ペンギンさんに気づいた人もあんまりいなかったし。それじゃあ今のうちに水族館に向かいます。